こんにちは、葉月ひまりです。今回はリクエストでいただいていたウィンターチャー風メイクをしてみました。あくまでも風メイクなので似てるかどうかわからないんですけど、ぜひ最後までご覧ください。アイブロウはズーシーのパウダーペンシルを使っていきます。ベースメイクはね、終わらした状態から始めさせてもらいます。ふゆこちゃんは眉毛が結構平行目なので、平行目を意識して描いていきます。眉間がね、結構広めなので、もう少しね、眉毛を整えてからやればよかったなって思ってます。反対側もね、同じように描いていってください。最後にしっかりぼかすと馴染んでくれます。タルトパレットでノーズシャドウを描いていきます。ふゆこちゃんのね、最近のメイクは結構ノーズシャドウをがっつりと引いてるイメージなので、今回はね、濃いめに描いていきます。鼻筋が細くてまっすぐなるようなイメージで意識してみてください。最後に鼻の下にも影を描いていきます。次にケイトの 3D アイブロウカラーで眉毛の色を整えていきます。これはまあいつも通りって感じですね。次にザセムのこちらのシェーディングで顔周りに影を入れていきます。とにかくね、お顔が小さいので、私のこの余白がありすぎる顔を削っていきます。今回アイシャドウはロム&の04番を使っていきます。まずこちらの2色をアイホール全体に塗っていきます。このアイホールの時点で濃くなりすぎないように気をつけて塗っていてください。次にこちらの2色を二重幅に塗っていきます。猫目っぽくなるように外側を濃くね、塗っていくようにしています。次に細い筆でこちらの濃いブラウンを取ってアイラインのね、下地を塗っていきます。下地じゃないわ、下書きか。ふゆこちゃんはね、目尻が結構特徴的で、三角になるように意識してアイラインを引いてみてください。アイライナーはボビーブラウンのジェルライナーを使っていきます。韓国アイドルのメイクさんの動画とか見てると、ジェルライナーをね、使ってるメイクさんが多かったので、今回はこちらを使用してみました。さっきね、アイシャドウで引いたラインの上からがっつりとラインを引いていきます。ふゆこちゃんは目の印象が結構強いので、アイラインも濃いめに引いていきます。次にこちらの色でさっき引いたアイラインをぼかしていきます。ホリカホリカのアイシャドウパレットのこちらの2色の色を下まぶたに塗っていきます。 TikTok で見たんですけど、ふゆこちゃんはね、上まぶたをグレーを使って、下まぶたにブラウンを使ってるみたいです。次にこちらの一番左の色を筆にとって、目尻と目頭側を明るくしていきます。これね、ちょっとの作業なんですけど、結構ポイントになってくるのでやってみてください。次にまたこの濃いブラウンを細い筆にとって、下のね、ラインをがっつりと引いていきます。音楽番組とか出てる時のメイク見てると、ここのね、下のラインをがっつり引いてるイメージだなと思います。アイライナーじゃなくてシャドウを使ってするのがポイントです。次にケイトのダブルライナーを使って涙袋の線を引いていきます。これもね、結構がっつり引いちゃって大丈夫です。次に 3C の3コンセプトアイズを涙袋の目頭側にのせていきます。モコヒダのね、ない二重幅にしたいので、右側だけアイプチをしていきます。二重幅自体がそんなに広めではないと思うので、この時点で広くなりすぎないように気をつけてください。またケイトのダブルライナーを使って目頭を描いていきます。丸目になるように意識して引いていきます。韓国アイドルといったらね、まつげがすごい印象的なので、ビューラーでね、しっかりとまつげを上げていきます。まずケイトの下地を使っていきます。
この下地繊維が入ってるので、この時点でね結構まつげを多くしてくれます。今回はねつけまつげをしていこうと思います。ちょっと私普段つけまつげつけないんでちゃんと取れてなかったんですけど、こんな感じで外側につけます。下まつげにもつけてんけど映ってなかった。イニスフリーのマスカラをつけまつげと地まつげの境目が分かりにくくなるように一緒に塗っていきます。ちょっとねリップもちゃんと取れてなくて申し訳ないんですけど、こんな感じの青みピンクのリップを塗っていきます。最後にそんなに主張のしないトゥーフェイスのハイライトを塗っていきます。マット肌が印象的なのでそんなにギラギラさせないように塗っていきます。はい、ということでエスパのウィンターちゃん風メイクの完成です。どうですか？これねちょっとウィッグなんで全然髪型がうまくいってなくて正直あーって感じなんですけど、まあちょっと似せれたかなと思います。ウィンターちゃん今すっごい人気ですよね。ほんまに可愛い。リクエストでもね本当にたくさんいただいてたのでやってみました。リックの情報とかも概要欄に載せておきますので、ぜひ参考にしてみてください。ということで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。